どうもです、親父です。今日はね、イトーヨーカ堂に来てるんですけども、クリスマスイルミネーションじゃない、クリスマスツリー飾ってあるんでね、ちょっと今日もクリスマスツリー散歩したいと思います。これね、まあ、フルルガーデンっていうところなんですけども、結構ね、大きめのツリーが飾ってありますね。上になんかプレゼントがついてるな。夜だとね、もうちょっと綺麗なんでしょうけども、結構いい感じでね、ついてます。この周りにもね、なんかキラキラのライトがついてて、こういう感じになってて、でここで芸能人とかが来てね、ステージをやるところがあるんですけども、そこもこういう感じでね、クリスマスのあれがついております。ここはね、まあ、イベント会場もあるんで、結構こう広間になってるんですけども、ここなんかもね、ちっちゃいクリスマスツリー、まあ、イルミネーションなんかが置いてありますね。今まだちょっと明るいんで、あんまり綺麗さがね、ちょっとないんですけども、夜になったらね、とっても綺麗なんじゃないかなと思います。こういう感じでね、とてもクリスマスな雰囲気を持ってる広場になりますね。ここは吹き抜けというか、そういう感じになってるんで、ちょっとね、今は肌寒いんですけども、外の空気をね、感じることができて、とてもいい場所だと思います。はい、ということで、フルルガーデンイトーヨーカドーのね、クリスマスツリーをお届けしました。ご視聴ありがとうございます。バイバイ。